無線アクセスは信号を伝えるケーブルの代わりに無線を使うデータ通信サービスの総称。無線アクセスシステム。ギガヘルツ帯を使うものが多い。日本国内においては無線ランとは異なり、無線局免許に基づく基地局からの比較的高出力の空中線電力により、主に屋外等の比較的広い範囲をカバーするものである。制度的には、 無線 LAN の屋外等への利用開放に関係するものもある。パソコンや PDA 等のインターネット接続に利用されるものが多く、一部はブロードバンドインターネット接続が可能なものも出始めている。FWA は固定無線アクセス、または加入者系無線アクセスシステムとも言う。基地局、端末等はそれぞれ一箇所に固定して利用される。移動には工事。 調整等を要する場合がある。以前は WLL と呼ばれることの方が多かったが、ITUR による韓国化後は FWA の名称が一般に使われるようになった。ブロードバンドの新規契約は2015年現在、3.9世代携帯電話と FTTH、ブアが主流であり、 FWA の加入者数は2003年6月末の32,399契約をピークとして2015年6,426契約に減少している。FWA アクセスが最も使われているのは2015年12月の時点で北海道の1951契約である。光ケーブルやケーブルテレビ等の優先系。 ブロードバンドインターネット接続の固定回線の足回りとして利用することもある。比較的安価に利用できるブロードバンド回線として普及している ADSL は通信速度が非対称であるため端末からネットワーク方向への通信速度が遅くなるが FWA は双方向とも同等の通信速度が確保できる。また道路や河川を渡さなければならないとか 自然保護等の関係から優先系の回線が確保できないような場合でも比較的容易に通信回線を確保することができる。他事故や災害により通信線が切断されるなどの問題が少ないという特徴がある。ネットワーク構成としてはポイントツーポイントで帯域を占有するものとポイントツーマルチポイントで帯域を共用するものとがある。スカイネット V の加入者用 アンテナ PHSFWA は、指向性アンテナを基地局、端末双方に持ち PHS 無線インターフェースで固定回線を設定するものである。見通し距離で 5km まで設定可能である。1.9GHz 対無線アクセスとも呼ばれる。一部の中心国、発展途上国の電話回線が導入されていない、地域の固定電話の代替、日本の需要の少ないもしくは、 強風、積雪による電線の障害の多い地域のアナログ固定電話 NISDN の取り替え用などとして用いられている。かつて予算が提供していたボイススポットフォンもこれに近い。NWA は端末等は一箇所に固定されず移動できるが自動ハンドオーバーが行われないため通信するためには静止状態になる必要がある。 IEE802.16 から2004などが代表例。また、無線乱スポットもある意味、NWA の範疇に入る。FWA や光ケーブルで基地局間を接続するものと、NWA と同じ通信規格でメッシュ状に中継を行うものとがある。MWA は端末等は移動しながら通信でき、基地局間でハンドオーバー処理が行われる。 無線ンは音声移動体通信から発展したものである。サービスの面的展開を重視し、通信速度の低下を許容する場合の基地局あたりのサービスエリアが大きいものが多い。無線ンはデータ通信に特化した移動タイム系高速無線パケット通信である。最高通信速度、周波数帯域利用効率重視で基地局あたりのサービスエリアが小さいものが多い。 IEEE802.16、IEE802.20 シリーズが代表的なものである。一部には IEE802.11 シリーズの技術、改良したものも開発、実験などされている。ありがとうございます。